皆さん、こんにちは。テントの倉本です。今日は、先ほど表紙にも書いてありましたけど、ML to Scratch で遊ぼうということで、マシンラーニングトゥスクラッチの意味なんですけど、機械学習をスクラッチで使える、そういう拡張機能を一緒に使って遊んでみようという動画を撮っています。で、ちょっと表紙に戻しますね。ここに書いてある、ML to Scratch、さっきもちらっと言ったけど、ML っていうのはマシンラーニングです。機械が学習する。機械学習ってことですね。で、to っていうのは、英語で to って書く、to の意味で、機械学習をスクラッチにつなぎますよっていう、そんな雰囲気です。で、この授業では、機械学習とは何かという話はしないんですけど、これは Google がね、公開している Udemy の AI の講座があるので、それをお勧めします。ね、それで私も何度か見たりとか、まあ、他にも本とか読んだりとかね、しているんですけれど、いろいろなね、そうして学んでみてください。で、機械学習とは何かというのは、まあ簡単に言ったら、コンピューターを使って、何度も何度も学習をさせると、人のね、脳みそみたいに脳の仕組みをね、模した仕組みを実行することができて、まあ、今までのなんかコンピューターを使った人工知能とはちょっと一線を画す、効率のいい結果が出るよっていうものだと思ってください。で、じゃあ早速、マシンラーニングトゥスクラッチ、ML トゥスクラッチを使っていきたいと思います。じゃあ私の画面、パソコンの画面に切り替えますね。で、ML トゥスクラッチは通常のスクラッチとは異なって、独自の拡張機能を組み込んだものになりますので、Google などでブラウザを使ってね、インターネットで調べてもらう必要があります。で、Google Chrome で動かすといいので、ブラウザは Google Chrome を選んで、そこで、champiel github.io scratch 3っていうのを探します。で、その URL は動画の下の方にね、貼っとくので、そこから見てください。で、開くと、ちょっと私の画面消しますね。開くと、まあ、一見普通のスクラッチですね。猫もいるし、ブロックもあります。いろいろね、普通に。で、だけど、その機械学習のブロックとかないじゃん、みたいな感じですね。あと、右上のログインとかできなかったり、共有できなかったりとか、まあそういうところも少し違います。けど、まあほとんど全く今の公開されている本物のね、スクラッチと同じような感じです。で、その機械学習、ML to Scratch がどこにあるのかっていうと、左下の拡張機能というところを開いてみると、ここがちょっと普段と雰囲気が、普通の標準だと雰囲気が違います。ここにね、いろんな拡張機能が追加されてるんですね。で、今日使うのは一番左上の ML to Scratch っていうやつですね。で、これを開いてみましょう。で、これをクリックすると、ブロックのカテゴリーが1つ増えて、緑色のね、これが ML to Scratch のブロックです。で、あともう1つ気づいたかもしれないけど、ステージの上見てみると、カメラがオンになりました。そうなんです。ML to Scratch っていうのは、機械学習を使って画像認識をするための機能拡張で、このステージの上にあるカメラ、これは僕のコンピューターについている、内蔵されているウェブカメラね、この辺にある。ウェブカメラなんですね。ここの画面の上についてる。で、この画像を認識してくれます。で、早速学習っていうのをさせてみたいんだけど、学習のための準備をしてみますね。その機械学習の仕組みでは、その認識した一つ一つの、学習。例えば、今日は僕が前を向いてるのか、右を向いてるのか、左を向いてるのか、
認識してもらおうと思ってるんだけど、そういうそれぞれの前とか右とか左っていう状況をラベルっていうもので分類します。で、今日はラベル1を前は向いている、ラベル2を右を向いている、ラベル3を左を向いているってことにしたいので、ML2 スクラッチのブロックのラベル1の枚数、ラベル2の枚数、ラベル3の枚数っていうのを今チェックボックスを入れてオンにしました。オンにしましたっていうか、ステージのね、上に表示するようにしました。で、この画像を何回か学習させて、それを覚えていってもらうんですけれど、だいたいこの一つのラベルについて20枚ぐらいね、ずつ学習させればいいんです。右を向いてる、こういうね、右の絵だと、ここ右、右、右、右って、で、左、左、左って学習させれば OK で、で、その時にピタッと同じように右を向いていなくても、例えばちょっと上向きの右とか下向きの右とか、でもこれは右だよって覚えさせてあげたりするんですね。で、まあ1枚ちょっと学習させてみましょう。まずはね、簡単な前を向いている。カメラの、あ、パソコンのカメラをね、見て学習させてみます。ラベル1を学習するっていうブロックを実行してみますね。じゃあ行きます。前を向いている。勝ち。はい。で、押したらなんかアラートが出ました。で、最初の学習にはしばらく時間がかかるので、何度もクリックしないでくださいって書いてあります。で、ステージの画像もね、止まっちゃいましたよね、ビデオもね。で、OK してちょっと待ってましょう。で、そうすると、どこかで、このステージのね、画面がまた動くようになるので、そしたら次のが撮れます。最初の1枚目の学習だけ、写真を撮って、それを学習するために、ブラウザの中でね、処理したりとかして、忙しいんでしょうね、きっとね。で、今学習1枚終わりました。ラベル1の枚数が1増えました。じゃあだんだん前を向きながら、これを何回か前を向いて撮っていきます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、ちょっと下向きとかあったと思うか。19、20。で、今20枚撮りました。で、これでね、今このラベルっていうブロックが1って言ってるんですね。で、じゃあ猫にちょっとこれずっと言わせてみましょうか。こんにちはという。で、ラベルと言った猫が111っていうはずなんですね。で、今は1しか学習させられてないから、どんなことをしても1って言います。で、次に、じゃあラベル2の学習をさせたいんだけど、ラベル2。これね。で、ラベル2の学習、右を向きます。1になってるね。じゃあ右でちょっと上を向いたりとか、下を向いたりとか、ちょっとよそ見しながらクリックするの大変だけど、9枚ね。あと、10、11、12、13、14。で、そうすると、画面を見てると猫が1って言ったり、右を向いたら、ちょっと僕見えないけど、多分2って言ったりとか、あと6枚ぐらい撮っておきましょう。猫が、そのラベル？猫がというか、この機械学習が1とか2とか見分けるようになってきました。どうでしょう。1、2になってるかな。なってるね。で、次に左のラベル3ってのを学習させてみます。で、ラベル3。左を向いて勝ち。1になったね。左、左。16枚。どうでしょう。1、2、3。で、左、
もうこれで機械学習終わりです。その強化学習っていうのをして、1と2と3が見分けられるようになりました。で、1と2と3っていうだけだと、これ何にも面白くないよね。で、今度は、右を向いたら猫が右だよとか、左だよって言ってほしいんだけど、で、自分がこれよそ見してると全然何言ってるかわからないので、この音声合成っていうね、ブロック使ってみようか。これはクリックすると、実行すると、こんにちはとか喋りました。聞こえたかな、みんな。ちょっと音を大きくしとこうか。こんにちは。もうちょっと大きくしようかな。こんにちは。じゃあ、前だよ。前だよ。ね、前だよって喋って、これ前だよ。右クリックで複製しちゃいますね。右だよ。左だよ。って感じで、右だよ。左だよ。っていう。で、それはどういう時に言うのかというと、ラベルがイコール演算の中ですね。演算の中にイコールがあるので、ラベルが1の時に前だよっていう。で、これは制御の模試ならば使えます。ラベルが1なら前だよと喋る。ラベルが2なら右だよって前だ喋る。よ、右だよ。で、ラベ前だルよ。が3だったら左だよと喋る。で、これをずっとの中に入れてあげれ前ば、だよ、前だよ、前だよ、前だよ、右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 だよ、左だよ、前だよ、前だよ、前だよ、左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 だよ、はい、前だよ、こんな前だ感じよ、に、前だよ。前だ、右だ、左だって教えてくれるようになりました。で、これは人間のね、向いてる向きだけじゃなくて、この画像の特徴を勝手に機械学習してくれるので、例えば、クロワッサンとアンパンとか見分けられるようになったら、よくあるね、パン屋さんのレジで写真で撮ってなんか、レジの会計するシステムとかあるし、ああいうものにもなるし、ね、そのユーデミーのね、Google の講座では、なんかキュウリがね、曲がり具合がどれぐらいで、その品質の分類、等級の分類とかをするのに使ってますとか、もちろんそれはスクラッチじゃないけれど、ね、そういう分類をさせたりとか、みんなもね、いろんな実験ができると思います。例えばペットボトルを見せる、空き缶を見せるとかね、そういうのも誰かがこの前やってましたね。っていう感じで、非常に簡単に機械学習を使ったプログラムが作れるので、ぜひ、皆さんも試してみてください。じゃあ今日の講座はおしまいです。